どうもオレンジ先生です。おはようございます。毎朝計算109日目ということで、今回もやっていきましょう。オレンジ先生はどこだということでやっていきましょう。1、2、3、そこまで。今回は、このカッコ2番を早稲田大学高等学院中学部の田というね、田んぼの田の字の中に隠れていましたということでね、見つかったでしょうか。さあ、やっていきましょう。109日目ね、もう109で、次が110日目。まあもうなんか3桁になるとね、10刻みは若干こうあんまりね、アニバーサリー感なくなってくるけどね、シーズン11ももう終わりかけということで、111日目から新しいね、BGM に変わるのかなというところです。まあね、誰も気にしてないと思いますけれどもね。はい、じゃあやっていきたいと思います。カッコ1番が、和光中学校、カッコ2が早稲田大学高等学院中学部、カッコ3が芝中学校からの出題です。はい、というふうにですね、基本的に入試問題から抜粋しております。今回のオレンジ先生タイムは5分35秒ということで、まあ平均よりかなり時間がかかっている、2分オーバーぐらいかな、結構時間かかっています。これを参考に制限時間は7分、問題を写す時間も含めて7分にしたいと思います。はい、よければタイムなどご質問ご意見、気軽にコメントください。よろしくお願いします。それでは白い紙とペンを用意してください。始めていきましょう。3、2、1、どうぞ。
はい、そこまでにしたいと思います。また解きたいという人は一旦動画を止めて自分の納得いくまで解いてみてください。それでは答え見ていきましょう。ドン。カッコ1が 101.1、 カッコ2が36分の1、カッコ3が6分の7でした。まあカッコ3番はね、対分数1と6分の1でももちろん構いません。はい、それでは解説見ていきます。カッコ1番、まずね、ちょっと数値設定というかね、いきなり 0.001×11万じゃないわ、1万1100で出てきて、んってなると思うんですけれども、まあ、0.001 倍っていうのはね、小数点を左に1、2、3と動かすだけでいいから、まあ 11.1 ということですね。で、右側も、まあなんか変な式なんですけど、計算自体はそんなに難しくないですね。はい。で、6993と777がこれ綺麗にね、約分ができると、まあ111で約分できて、しかも7でもね、約分できるというところで90、綺麗な数字になるので、まあ、計算自体はね、そんなに難しくないかなというところですね。まあ、ちょっと数字がね、ちょっとビビらせてくる感じありますけれどもね、内容は簡単という感じでした。カッコ2番見ていきましょう。はい。カッコ2番はもうこれだよね。この6033分の4022、もうこれがまあ最初すごいビビらせてきますよね。だから今回はちょっと数字が面白いものが2問続いてますね。ただこの6033分の4022、これね、多分今までのオレンジ先生の算数というか計算問題のシリーズで初めてのパターンかもしれないですね。約分されてないまま、問題として出てきているというね。多分2011年の問題だったんでしょうね。どっちも2011で割れるということで、まあ結局これすごい6033分の4022って書いてあるけど、実は約分してみると3分の2と全然大したことない約分数になってしまうということね。はい。で、まあそうしてあげれば普通の問題になる。はい。で、2.625 は2と8分の5。もうこれ暗記シリーズね。8分のシリーズ。2と8分の5ってすかさず直してあげてやっていくと、9分の10引く156分の169とかなって、なんかものすごい僕ここ、通分がすごいんだね、今回ね。468分のってやらないと答えにたどり着けないのかね。まあまあまあ、とはいえね、ここね、通分も結構しんどいけど、まあ内容としてはそんなにって感じですね。まあ、ちょっとここの468のね、通分が、難しい、ちょっとめんどくさいですね。はい。まあだから、もしかしたらここね、36分の1たどり着けてない人もいるかもしれないですね。あと、ここの6033分の4022ね、これ3分の2も、まあ気づけたかどうかって感じですかね。ちょっと癖の強めな問題です。カッコ3番いきましょう。カッコ3番長いですね。とにかくね。とにかく長い。まあ一つずつやっていくしかないという感じ。また 0.625 出てきましたね。これね、0.125 シリーズ、8分のシリーズ。あと 0.25 も出てきています。4分の1。これに関しては、まあ、通分とか、約分とかもそこまで難しいものがないので、これはね、まあ、ただ長いだけで内容としては簡単だから、間違えずに6分の7と、答えてほしいですね。これ6分の7って合ってるといい感じですね。はい、ということで5分35秒でした。ちょっとね、カッコ1番、そして2番、カッコ1はまあ内容簡単なんでいいんですけど、カッコ2番がね、若干癖者って感じでしたね。はい、ということで今回は以上にしたいと思います。勉強になったなという方はぜひ、グッドボタン、そしてチャンネル登録まだの方はポチッとよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。以上、オレンジ先生でした。バイバイ。チャンネル登録よろしくね。